next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんお疲れ様です。今日は私が、どうやって普段英語のを勉強してるかとか、あとは、2年目になって日常生活でどういうことに困ってるかとか、どこが成長したとか、そういうのを、話していきたいと思います。でまず去年の3月にこっちに来たんですけど、アメリカに来て、去年は日本に帰ったりとかしてたんで、実質半年ぐらいしかアメリカにはいなくて、また再渡米したんが、去年の12月なんで、今は5月にはなってないんやけど、もうすぐ5月なんで、トータル1年もいないかな、1年もアメリカにいないぐらいですね。10ヶ月ぐらいが私のアメリカ生活です、今。大丈夫日本語で。去年来た時は、3月やったんですけど、全く喋れんくて、英語全く喋れんくてこっち来て、 ABC は分かってたんですけど、それ以外は全く知らんくて、勉強、なんか中学校の時に英語の勉強皆さんされたと思うんですけど、本当に私やる気なくて、ずっと0点とかで、去年、こっちに来た時は B 動詞も、B 動詞って何それみたいな感じのレベルでこっちに来てっていう感じでした。で、一人で来たんですけど、結構みんなにどうやってなんかツアー回ってんのみたいな言われたんですけど、意外となんとかなる。なんか私がめっちゃ印象に残ってんのは、初めて空港に着いて水買ったんですよ。でレジ出して、なんか最後会計するときに、なんかレジ袋、なんかバッグいるみたいな感じで聞かれて、それを私はなんて言ってるかわからんかったっていうレベルやったから、リスニングがもう全くダメで、てか全部無理やねんけどって感じのレベルで来て、最初の3試合はずっとホテルと試合の往復でずっと一人でやってたんですけど、レンタカーとか飛行機とかホテルとか、まあいろいろチェックインとか、そういう手続きは意外と使う言葉ってすごい限られてて、その使う言葉だけ覚えてきた感じです。で、それでなんとかなった。なんか普通にそれ言って、自分、なんかレンタカーとかやったら、なんか予約持ってて、名前これでみたいな感じ言って、向こうが検索して、あ、そうですねみたいな。で、この保険の話がちょっとだるくて、でもなんかその普通のベーシックのやつでいいから、普通になんかその保険の話されとうなみたいな感じのことを私が感じ取ったら、そう、あっとったんか知らんけど、まあそういう雰囲気になったらいつも、いや、なんかオプションいらないですみたいな感じで言うようにしてたら、ぼったくられなかったです。で、その3試合終わってから日本に去年一旦帰って、そっからそのまた再渡米した時からは、友達と一緒にエアビーをシェアしたりとかいうすることが増えて、前までやったらそのレンタカーの時とかだけでいいから喋るのは全然英語喋ってなかったんですけど、まあ必然的に喋らないといけないようになって、別に特に勉強もしてなかったんで、なんか日常会話が全く喋れなくて、なんていうんやろ、すごい苦労しました。で、その友達も、その初めてできた友達が、初めてっていうか、なんかその声かけてくれた友達が韓国人の人で、結構意地悪で、なんかこんなん、なんかそのシェアしてもらっといて言うのもないんやけど、結構なんかもうわがまま系で、なんか
自分がなんか私が練習ラウンドしてんのにもう試合棄権したいからなんか空港まで送って行ってみたいな、一応練習ラウンド明日してみたいな感じのタイプで、その時全然英語喋れんくて、その反抗できひんかった、なんか反論できひんくて、まあ言われるがままいい感じにこう利用されたりとかしてた、すごいなんか嫌な思いで、なんかそれからちょっとなんか韓国料理とか食べられへんくなったりとかしてで荷物タイプで、なんかそうすごい嫌な思いとかして、なんかあもっと英語を自分が喋れたらこんななんか思いしやんでよかったかもしらんみたいな感じのことを思って、まあ一応それを糧にしようかなと思って、去年は結構英語を勉強しました。で今は日常、私は今シェアハウスしてるんですけど、見てる通りすごい汚いんですけど、基本は英語で喋るようにしてるんで、日常会話はほぼ大丈夫とは言い切れんけど、専門的なことじゃなかったら大丈夫って思ってたんですけど、なんか先日なんかオイル交換、自分の車のオイル交換に行って、その時になんかいろいろ聞かれて、車問題ないですかとかなんとかですかとか、まあそういうのは全然わかるんですけど、なんか専門的なことを言われたんですよね。エンジンのなんとかかんとかかんとかみたいな。で私全く分かんなくて、マジ何喋られとうかマジちんぷんかんぷんで、なんかその時にあ全然英語分かってないなっていうことに気づきました。多分私ができるレベルってほんまに日常生活を送る上で最低限の英語のレベルなんですよね。その多分留学してる人とか留学する前の人とかぐらい、別に勉強してるわけじゃないし、その難しい言葉とか使ってないんで、まあ、まだまだなんですけど、とりあえず去年からちょっと成長してるんで、どうやって勉強したとかをちょっとだけ紹介したいと思います。で去年からずっとトーナメントをやりながらなんで、すごい結構時間限られてたんですけど、まず思ったんが、勉強してない状態、私ぐらいのもう何も喋られへんかったっていう状態でこっち来ても絶対自然に喋れるようになるみたいな、結構聞いたことあるんですよ。なんかアメリカに2年とか3年おったら全然なんか自然といけるよみたいな。うちはなんか才能なかったんか分からんけど無理でした。普通に最初の2ヶ月とかなんか自然体になんか普通にその言葉を信じて、まあまあまあいけるっしょみたいな感じで言ったら、全く成長しやんかったし、マジ何言っとうかマジ意味分からん。だって多分私が中国とかインドネシアとかなんか分からんけど他の国行って違う英語以外の言語を多分2ヶ月か聞いてても絶対理解できひんなって思って、あ英語も一緒やんってなって、なんかそれはまず無理やなっていうことに気づきました。なんかうちが赤ちゃんとかやったらいけたんかもしらんけど、もうこの24とか3とかになって自然と身につくみたいな、まあまずないなって思いました。で私がいっちゃん最初にやったんは文法です。で文法をなんでいっちゃん最初にやったかって言ったら、英語っていうなんか言語をなんか自分なりに分析した時にそんな賢くないんだけど、分析した時に日本語は結構文法が合ってなくても単語さえ並べれば結構通じるんですよ。通じるっていうかそれがもうそれなりになるんですよ。それ学校のテストとかやったらあかんかもしらんけど、それなりになんねんけど、英語は結構文法が全てみたいな、文法がでなんていうのな、こう意味が変わってくるから、1でその言葉の1で意味が変わるから、その文法ってめっちゃ大事やと思って、結構なんかたまにいや文法がなくても全然大丈夫、文法勉強する必要ないみたいな感じのこと聞いたりとかしてたんですけど、無理やなって思いました。なんか赤ちゃんの時から来てたらそれは文法とか自然と身についたかもしらんけど、まず日本語と反対やし、文法が多分ちゃんと分かってなかったら長い文とか喋ろうと思った時に、自分は喋れてるつもりでも多分向こうは何言っとくか全く分かんないんですよ。で何言うとかぐらいか分かるかもしらんけど、そのなんていう
100% 絶対理解できないと思うんですよね、ネイティブの人が。だからっていうのを、留学してる友達とかにアドバイスをもらったんで、まず文法が全く分かんなかったんで文法を一から勉強しました。でこの本なんかめっちゃなんか適当に全然なんかなんていうのこれコマーシャルみたいなんじゃないんですけど、このなんかめっちゃなんか字がうちの字と似てて可愛いと思って、これをなんか普通に本屋さん行ってピックアップして、あこれがいいなと思って文法を全部この本に書いてる文法は全部やりました。でも3ヶ月ぐらいかな全部やって、一応この文法に書いてるこの文法の本が全てじゃないんですけど、英語喋る上で全部の文法が書いてるかって言ったらそうじゃないけど、なんか一応この本に書いてることは全部覚えてます、覚えてる自信がある。でこれが分かっとけばある程度のコミュニケーションを取れる。なんか中学英語の文法やからあれなんやけど、ある程度は分かる。でこれをまず全部覚えて、その文法を覚えるのにも結構時間がアメリカでやっぱ生活して喋っていかないとダメなんでってことで、同時に覚えたのが単語です。でまず単語がはなんかいっぱいあるじゃないですか、何万個とか。でどれから覚えたらいいか分からなくて、そしたら留学してる子がまず基礎の動詞を覚えたらいいよってことで、私がやったのはこれ見えるかな、なんかこういう基礎動詞、なんかほんまにこれってめっちゃ使うんですよ。てかこれがなんか使えたら割と会話できんなみたいな、そのこの基礎動詞を全部覚えました。この過去分詞とか過去形とか全部覚えて、ほら2ページ目こんな感じで全部で何個くらいやったかな、30個くらいかなをやりました。でそれでだいたい3ヶ月ぐらい経った時に、去年の7月ぐらいかなの時に、なんかある日突然なんか私の中でなんか変わったんですよ。それまではマジ人が喋ってることの1割ぐらいしか分かんなかったんですよね。やってんけどこの勉強し始めてから3ヶ月ぐらい経った時に、人が何を喋ってるか何の単語を使ってるかとかが分かるようになったんですよ。遅いかな分からんけど、なんか分かるようになって、聞けるようにリスニングがすごい聞けるようになったかな。まあそれでもまだ言ってることの4割ぐらいしか分かんなくてって感じやったんですけど、もうギリギリコミュニケーション取れるぐらいでした。でそっから私の中に何が変わったかって言ったら、ネイティブの人が使う言葉とか言い回しとかをめっちゃ勉強するようにしました。なんかそういうアプリがあって、なんかネイティブ英会話みたいな、友達に紹介してもらってんけど、それもなんかそれを見て、こういうなんか言い方、学校で使う英語じゃなくてネイティブの人が言うような言葉をちょっとだけ勉強を、もうほんまに一日ちょっとずつやっていって、あとなんか YouTube とかも英語のやつを見たり、ドラマとか映画とかもできるだけ英語のやつを見て、日本人の友達がいなかったんで、普段日本語を喋るっていう機会がなかったんで、ほぼ会話は英語やったんで、そっから8月から10月までアメリカにおったんですけど、その2ヶ月ですっごい英語が伸びましたって感じかな。でなんか私がいつもやってるのは、そっから勉強したんがめっちゃ汚いんですけど、これ私のノートなんですけど、このちょっとしたニュアンスの違い、言いかちょっと使う単語によってどういうニュアンスがちょっと変わってくるみたいなものを結構勉強しました。はい、そうですね、勉強して、そっから話すために、その前までは日本語で
日本語から英語に変えてから話しとったんですけど、だいぶ慣れてきて簡単なこの会話とかはもう全然日本語で考えなくても、別に考えなくても喋れるようになったんですよね。ほんまにめっちゃ簡単な会話やったら。でもなんかその普段使わんことやったりとか、なんかちょっと長いなんか説明しやなあかんシチュエーションになった時に、自分が考えないとこう文を組み立てられなかったんで、これをね、私教材だけはすごい持ってるんですけどこれを毎日やってました。こんな感じで、ほんまにめっちゃ簡単なんやけど、ほら、あなたは今日し、ね、今日あなたは宿題を今日しなければいけません。ほら、こんな感じでめっちゃ簡単。こういうほんまにめっちゃ簡単なんやけど、いざ言うってなった時にパッて出てけへん時とかあるんですよね。だから慣れれるようにやってましたって感じで、英語の勉強はしてました。で、今思うのは2年目になって英語を、なんか去年までは結構できなかったことが多かったんで、すごい自分の成長を感じる場面がすごいあったんですよね、できるようになるってことで。でも最近はできて当たり前のことが増えて、逆にできひんことが目立つようになってきて、やっぱりゼロから私ぐらいの英語力に行くまではすごい簡単やと思うんですよね。ちょっとやったらいけるぐらいで、多分こっから伸ばそうと思ったら、もっとなんていう専門的ななんか単語とかも覚えていかなあかんし、まあ覚えることが増えるんですよね、単純に。だからなんか一踏ん張りなんやけど、すごいなんか壁にぶち当たってます。で、なんかできひんことが目立ってきて、去年までやったら向こうの人が言ってるニュアンスとかまでは汲み取れなくて、でも最近は汲み取れるようになってきたからこそ、その返しがなんていうの、この言い方したらちょっとなんかストレートすぎやなとか、なんかそういうのを考えるようになってきましたね。で、めっちゃ変わったんが、なんかその結構日本におった時はアメリカの人ってか海外の人ってすごいストレートに物言うみたいな、あんま気遣えへんみたいな感じでのイメージやったんですよね。でもなんか実際に生活してみたら割とみんな気遣ってる。なんかこんなん言ったらあかんけど、アジア系の人の方がなんか中国の方とか他のアジア人の人は結構気強いなと思うんですけど、結構なんか現地の人とかは結構気使って言葉選んだりとか、なんか人と接してる感じが私の中ですごいありました。なんかだからこそなんかこっちもなんかちょっとなんか日本人やからかわからんけど、この返しに、この言葉の返しはもうちょっとソフトな言い方したいなとかいうのがあって、すごいなんかコミュニケーション難しいなっていう思う場面がめっちゃ増えました。逆に私はもうインターナショナルのそのアジア系とかの人と喋る方が楽なんですよ。英語使う方がなんかその向こうもうちがネイティブじゃないって分かってるし、向こうもネイティブじゃないから結構間違ってるっていうか、何その英語みたいな時とかあるんですよ。てかなんか、その表現めっちゃストレートすぎひんみたいな時とかあるけど、向こうも分かってないし、なんかうちも別にそのネイティブじゃないから、なんかうちが間違ったとしても向こうの捉え方がうわなんかこの子きつみたいなんじゃないやろうなって思うから、すごいなんか気使わんと喋れるんですけど、ネイティブの子と喋る時になんかやっぱりすごいちょっと気使っちゃう、この表現間違ってないかなとか思っちゃって、分からん時は結構聞くようにしてるんですけど、その私たちもその語学を勉強にしにアメリカに来てるわけじゃないし、向こうはなおさらその先生でもないんで、そのプレイしてる時とかにこれなんていうん、これなんていうんって言ったらうざいじゃないですか普通に。だからなんかそういうのもあるし、なんか結構空気読んでなんか行かなあかんからっていうので結構難しいなっていうのはあります。なんか一番多分いいのはゴルフ、そのトーナメントで友達作るのも大切やけど、ゴルフ以外でこうネイティブの人の友達作って遊びに行くとかいうのが一番いいんかなって思うけど、ゴルフしかしてないし、そう、出会いがないんで多分無理やから、ちょっと厳しい
なって感じです。で、今、来週初めて、アメリカの人のキャディーさん、ボランティアの人がやってくれるってことで、キャディーさんと一緒にトーナメントするんですけど、ゴルフの単語はあんまり分かんないんですけど、でもゴルフってほぼ英語やん。だからまあなんか発音さえ気をつければいけるかなみたいな感じを持ってて、まあ一応ちょっと分からんのは聞いて、なんかなんてアゲンストとかもアゲンストって言わんからとかそういうのはあるんで気をつけたいなと思ってるんですけど、まあ英語もこれからもう2年目なんで頑張っていきたいなと思います。その高望みはしてないんやけど、私の最終的な英語の目標は字幕なしで映画見ること。なんか最近は字幕があったら、字幕っていうサブタイトルは日本語のサブタイトルじゃなくて英語のサブタイトルがあれば、3割ぐらい3割ぐらいはなんかわかるんですけど、全然わかってないやんって感じやけど、3割ぐらいはわかるんですけど、その字幕がなくなった瞬間にめっちゃ簡単な言葉とかも喋るのが早すぎて全然わかんないんですよね。で、その映画見てたりしてもサブタイトルがあっても、いっちゃん悲しいのはそのめっちゃ簡単なワードは全然わかるんですよ。だから今からじゃあ今行かないといけないねとか、その昨日はこうだったよとか、そういうのはわかんないけど、その大事な、なんてめっちゃ大事な話してる時の言葉が全然わかんなくて、その単語力がないから、多分なんかこれどういう意味なのみたいな単語がポン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 出てくるんですよ。だから全然映画の重要な部分が理解できひんっていう現象に陥って、意味なくないみたいな感じになっとったんで、なんかそれが理想やけど、今の目標やけど、まあなんか友達なんかみんな言うのは結構それってめっちゃむずいみたいな。多分私がアメリカに50年住んでも字幕なしで映画見て 100% 理解するって多分無理なんですよ。まあ日本の映画とかでもたまに分かんない言葉とかあるじゃないですか。多分それと一緒で。で、まあなんかそれに近づけたらいいなと思ってます。で、ゴルフ、今はすごい英語よりゴルフのことにちょっと集中したいなって思ってるんで、あんまり正直英語のことに関しては気にかけてないんですよね。なんかもう必要最低限いけるし、なんか英語が喋れなくて困ったっていうことがあんまり起きなくなってきたんでって感じです。でも最低限英語でインタビューとか英語で自分のことについて話すっていうのは絶対できるようにならなあかんなと思ってます。多分今でも全然喋れるけど、聞かれたら喋れるけど、多分そのちゃんとした英語で喋れないんですよね。絶対間違えるし、文法も絶対間違えるし、たまに何言ってるかわからんこと言うと思うんですよ、自分でも。正しい多分英語は喋れないんで、やっぱりインタビューとかなるとやっぱりなんていうんやろ、ちゃんとした言葉を喋らないといけないなと思うんで。あと全然言ってなかったけど、発音がやっぱり一番苦戦してます。なんか何やったっけあれ、なんかさ、あのアルファベットの発音のなんかあるんですよね。発音のなんか何やったっけ、ハミングじゃなくてなんとかなんか忘れちゃったけど、それを結構やったりとかして、 A はこの口とかなんとかとかやってんねんけど、なんかやっぱり24できて、まあ絶対ネイティブにはならへんし、アクセントがすごい強くて、でなんか一番嫌なのは、日本って和製英語がすごいあるじゃないですか。ハンバーガーとかサンドイッチとか、なんかそういうのがもう、ハンバーガーは私の中でもう発音はハンバーガーなんですよ。だからそれを英語の発音に直すっていうのが、なんかめっちゃなんか違和感っていうか、なんか気持ち悪くて逆に難しいみたいな感じのこととかもあって感じですかね。まあでもなんか今とりあえずゴルフと英語どっちも頑張っていきたいと思います。で全然関係ないんですけど、最近は韓国語の勉強もして、ハングルは読めって書けるようになったんで、まあめっちゃ簡単やから多分みんな余裕なんやけど、
できれば将来的には韓国語も喋れるようになりたいんでって感じで頑張ります。では皆さんお疲れ様です。